私初めて国会議員になったのが2013年の夏だったんですよ。13年の夏になって、その秋の国会、国会議員になった後の国会でやばい法律法案が通るという情報が入ったんですね。でまずやろうと思ったことが、全国回ってやばい法案かもしれないんで皆さんちゃんと一緒に監視してくださいってことをツアーしたんです。これが始まりなんです。で国会が閉じてる間、全国回っていろんな人の前で演説したり、こういう危険がありますってことを知らせてたんですけど、一方通行はまずいなって思ったんですよ。だって演説って聞くだけじゃないですか。そうじゃなくて皆さんどう考えてんのかとか、このコミュニケーションというか、少なくとも、まあ、皆さんにマイクを渡ってる時間は短いんだけれども、少なくとも双方向性みたいなものがこれ導入しないと、ある意味でなんだろうな、本当の政治じゃないなって思ったんですね。なので、できる限り私が答えられる幅を増やしたいので、いろんなデータをですね、日頃から作ってこうやって画面で皆さんに見ていただく。山本太郎の話だけじゃ信用できない人もいらっしゃるでしょうから、だったら出典がしっかりとしている情報をもとに皆さんの目でも確認していただいてということで、全国を回っているということですね。なのでもともと政治って多分そういう性質のものだったと思うんですよ。街中に出ていろんな人と話して、困りごとだったりいろんなことを、何でしょうね、お聞きした上でどうにかしていくということに、なんだろうな、昇華させていくっていうか、そういうやり取りっていう部分を中心にしていかない。